このタイトルにもある火災の出火原因なんですよ。なんと1位の原因がタバコだそうなんですよ。だいたいねタバコの消し忘れで寝てしまって全焼とかあるんですね。じゃあ2位は何だと思いますか。ちょっとこれ悲しいんですけど放火。ああ残酷ですよね。ほんとこの時期乾燥してますから、まあ、火事には十分注意してください。でちょっと火災にまつわることいろいろ調べてたら1個ものすごい胸くそな火災事件見つけたんで紹介していきたいと思います。早速です。千日デパートビル火災。はい、こちらは1972年に大阪の千日前で発生した千日デパートビル火災というものです。火災が発生したのは夜の10時半、まあ、このデパート閉店後のことです。まあ、この日は3階の婦人服売り場で改装工事というのが行われていました。発火当時はこの現場にいた作業員というのが誰も気づいてなくて、まあ、気づいた時にはもうすでにかなり大きな炎になっていたそうです。まあ、作業員は急いでこの現場監督を呼びに行って3分後に戻ってきたんですけど、まあ、その頃にはもうだいぶ変わっていて手遅れの状態。もう炎というのがフロア全体まで広がっていたんですね。まあ、この時急いで119番通報したんですが、一つだけ重大なことを忘れていました。まあ、この千日デパートビルっていうのは1階から6階までが普通のデパート、まあ、10時半なんでもうすでに営業は終了してるんですけど、このデパートの7階にはキャバクラ店があったんですよ。なので発火当時営業を唯一していたんです。しかし当時いた保安係というのが気が動転していたのか、それを完全に忘れていて、このビルには作業員と僕たち以外誰もいないと思い込んだんですね。なのでこの7階には連絡すらしていなかったんですね。結果的に7階の人が知る頃には炎というのがみるみる大きくなって、あっという間に5階まで到達していたんですよ。そしてこの時の7階はもうほぼ手遅れ状態ですよ。大量の一酸化炭素を含む煙がそこで賑わっていた181人を襲っていました。その場たちまちパニックになって、一酸化炭素中毒でその場の体の自由が効かなくなった人、手を血だらけにしながら素手で壁を壊そうとする人、そのまま7階から飛び降りる人なんかもいました。奇跡的に炎というのは5階で止まったんですが、結果的にですね犠牲者は7階にいた181人中118人、日本史上最悪の火災事故となりました。はい、これとんでもなく残酷な事件だったんですけど、なんでねこんな大惨事になったのか、まあ、その原因が、まあ、この保安係が7階にいる人のことを忘れていたこと以外にもたくさんあって、まあ、一つ目はこのビルの管理側の防災訓練不足、これが指摘されました。まあ、この千日デパートビルっていうのは当時でもかなり古いビルで、まあ、現在のように防火シャッターが自動で閉まるようになってなかったんですね。それなのに防火訓練をろくにしていなかったということで、防火シャッターの閉め方すら分かんなかったんですよ。そしてもう一つの原因がこのビル自体に関して、まあ、普通こういったビルって火災が発生した時まずスプリンクラーっていうのが作動するんですけど、このビルにはスプリンクラーすらついていなかったんですね。これは当時でも建築基準法に違反していたんです。ではそもそもなんでこのビル火災になっちゃったのか、これ言ってなかったんですけど、この118人の犠牲を出した日本史上最悪の火災の原因、これさっきも言いましたタバコなんですよ。たった1本のタバコの消し忘れでこんな多くの命が奪われたんですね。で実はこの時非常階段とかもあったんですけど、人はパニックになってしまうと自分が来た入り口しか出口がないと思い込んでしまったりするんですね。まあ、こういったことを考えると職場とか学校の避難訓練って大事なんだなと思いますよね。脱出ルートだけでも覚えておかないといけないということです。